アロイス・アウアー・リッター・フォン・ウェルスバック・ひらがなの活字、アロイス・アウアーは、オーストリアの印刷技術者である。植物などの自然物を、鉛や軟質材料に押し付けて型を取って、精細な表現を行うネイチャーセルブ・ドラッグの技法を発明した。オーストリアの国営印刷所の所長を務めた。ベルスに生まれた。食事工としての訓練を受けた。よかにフランス語、イタリア語、 英語を学んだ。1837年に、リンツの高校のイタリア語の講師になり、1839年から、ドイツ、スイス、フランス、イギリスを旅し、各国語に習熟するとともに、活字印刷技術を学び、1841年に、王室印刷局の局長に任じられて、1868年まで、その職にあり、彼の管理下で、帝国印刷局は、 ヨーロッパで最大の印刷書となった。1847年には、東洋学者のアウグスト・プフィッツマイヤーの依頼で、竜帝・種彦著、歌川報告への浮世形六枚屏風の復刻を手掛けて、合計856種類の活字を制作し、これは、連綿大平仮名の世界初の活字化となった。1853年に、鉛ア軟質材質に、 実際の植物などの型を取って印刷するネイチャーセルブドラッグの発明を発表し、この技術はヘンリー・ブラッド・ベリラによって植物学、博物学の書物の出版に用いられた。自らも博物学、物理学、言語学に興味を持ち、実長含む多くの書籍を出版した。写真掲載した書籍の出版のパイオニアでもある。息子のカール・アワー・フォン・ベルスバッハは、 気取類元素のプラセオジム、ネオジムを発見した科学者、発明家である、連綿体科名活字、小宮山博士、スクリーン、グラフィックソリューションズ。ありがとうございます。